本日のウェビナーを始めたいと思います。えー、本日のウェビナーのタイトルは、効果的な研究、女性菌薪性性の書き方というタイトルです。えー、私はの中央大学物理学科のえ教授の田口と申します。えー、私自身の専門分野は、まあ、私は物理学科に所属してるんですけども、主に今の現在の研究はバイオヘイマティクスやってまして、えー、そういう関係、女性物系と情報系の 論文の状況についててあある程度分かってますあと物理学科にいますので、物理関係の雑誌のことなどが、えー、多少経験があります。えー、それから、PLOSONE とか BMC メディカル・ジノミクスという,ような雑誌のアソシエイトエディターをやっております。えー、今回の申請に関してのことですと、まあ、もちろんあの基盤 <coughs> C の審査員をやったことがありますし、 その他には、アドバイザーをやっていた先駆けの研究員の採用の審査に関わったことがあります。それから、え学診の DC1 の審査をやったことなどがあります。でその経験も踏まえて、何かちょっとでも皆さんに役に立つことがいればいいかなと思います。それでは始めたいと思います。えここから、今回の提供の絵の誤差についての説明なんですけども、 まあ、あの主に英文構成をやっているというところが一番大きいんだと思いますが、それ以外にも今皆さんが参加しているウェビナーとか、あるいはコンサルティングとか、そういうこともやっているようです。あとまあ翻訳をとか、そういうこともやっているんだと思います。まあ、その辺は私はそんなに詳しくないんですけども。えそれでは今日本日の予定についてご簡単にまずご説明したいと思います。まあ最初に 研究助成,助成金とはどういうものかということについて説明した後どのような助成金があり、どのような助成金の教室を提供してくれるような機関があるかということについて説明し、それから研究助成申請です、ね、の準備と、実際にどうやって書くか、そして、あそういうものが。 実際に提出されたどのような形で審査が行われるか、最後に日本特有の事情について少しだけお話しして終わりにしたいと思います。そもそも、いわゆるその研究助成ってどういうものかということについて簡単にご説明いたしますが、今出ているのは世界の,、まあその研究開発費ですね。の 内訳なんですけど、もちろんアメリカが一番多くて、まあ、47兆円、これはタイがビリオンって10億なんですけど、100ドル、あドルがついてるんで、大体、えー、これ、この桁の一番下が、えー、1000億円になってまして、1000億の170万円では17兆ですね、日本が17兆、中国が37兆、アメリカが47兆で、 一応日本は研究開発費の総額では世界3位となっています。まあ、その場合には最近、大学等でお金がないっていうことが非常に問題になってるんですけども、日本の場合は、いわゆる企業の研究開発費が非常に多くって、基礎研究にはあまりお金が費やされていないと、そういう問題があります。えー、こちらは、世界の中での日本の位置ということになるんですけども、えー、こちらが GDP っていうんですかね、 国民総生産の中の何パーセントを研究開発でやってるかということでして、その割合は日本は世界3位でして、決して低くないんですね。で、その割合はあのアカデミア、大学とか研究所でお金がなくて困ってるっていうのは、先ほど申しましたように、いわゆる基礎研究に対する支出が少なくて、企業の研究費が多くなってしまっているから、まあ、大学とか研究所の人は非常に大変な思いをしているといでこの日本の、 え、出している17兆円っていうのは、世界全体でどれぐらいのところにいるかっていうと、え,ー今え 9. 5、今、え、9.5%。全世界の研究者の 1, 1割は日本ということなので、まあ、企業まで入れば決して少なくないだけの研究開発費が投じられているはずだということですね。まあ、その辺にはかなり、えー、あんまり、え、経済発展していないという問題がまあ,あるわけですけども、まあ、今日はその話については、えー、 テーマの外ですね、話しませんが、まあ、学的にはこう,だこういう状況になっています。でそもそも研究助成とはどういうものかということについてまず説明したいんですが、まあ、基本的にはその研究助成というものは、いわゆる研究開発をサポートするものであるということですね。で科学とか技術、それから社会科学、すべてです。で一般的に研究助成というのは、まあ、政府、あるいは かいわゆる会社ですね、それから財団のようなところが出していることが多い、でいわゆるは、えー、先進国の場合は大体、先ほど日本の場合は3%と出てきましたけれども、GDP の3%程度を研究開発に当てているのが普通であると、でその中でも、えー、先ほど日本の場合は企業が多いと申し上げましたけど政府がサポートしているのは主に基礎研究。 あるいは非常に、えー、長期的なイノベーションを起こすようなプロジェクトに対して政府がサポートしていることが多いと。で、いわゆる会社が出しているものっていうのはあ短期的な利益に結びつくようなものが多いですということですねで。で、どのような学術分野に対してお金が出されるかってことですけども、まあ、やっぱりあ僕はあの、えー、先ほど申し上げましたようにバイオフィマ,フィマティクスといって、 でえー、半,分あの半分は生物学なんですけども、やっぱり生物学が一番多くて57%。我々人間は生物ですから、やっぱり人間の役に立つことをやろうと思うと、生物が多いということで、非常に多くの金が生物に費やされている。で、次に多いのは工学で16%。で、その他いわゆる我々がサイエンスという持っているような、コンピューターサイエンス地、地球科学、数学、物理学、 地理学、あるいは社会科学のようなものが全部合わせて10%ぐらいを占めておりまして、そして、いわゆるまあ我々は普通に自然科学とか工芸じゃないと思っているものですね、教育とか、あるいはビジネス、あるいは人文科学のようなものが、まあ、あまりそんなにたくさんお金もらってなって6、6%程度だということになりますね。で え、どう、どうやって、今日はその研究助成金申請をどうやってばっかかってことですけど、あその、それを、良い研究助成金を書くっていうこと、申請書を書くってことかなぜ重要かってことなんですが、まあ、一つにはあ、世界的に今、あ研究に、まあ、特に基礎研究に投じるお金が日本だけじゃなくて減ってきているというのがあります。だ良いものを書かないとも得ることができないと。それから、えー、 非常にこう競争が激しくなってるんですね。私は先ほど申し上げたように、あの、基盤支援審査もやったことあるんですけど、ちょっとこんな人たちが出すのかなっていうような非常に業績のある人が、家計費の中で一番下の基盤支援に出すようになっていて、非常にこう競争が激しくなっているというのを感じました。それから、えー、まあ最近は、あ論文誌などは、まあ、ハゲタカジャーナルなどもあって、 出すだけだったら誰でも出してしまうようなところもありますので、お金ですね、ちょっとお金を取ったかどうかは業績になっちゃうみたいなところがありますので、お金を取ること自体で、業績をあるということをアピールするみたいな必要性ですね、それから、えもしお金があればあ、自分が好きなことができる、そうじゃないと、誰かからお金をもらってると、その人たちがやってということしかできないという問題がありますが、お金があれば好きなことができる。 それから、えー、そういう新生成を書くっていうことで、えー、いわゆる、えー、世界を動かしている人たちがどういうことを望んでいるかということを知ることができますし、それから、えー、お金をあそういうものを取ってるっていうことで、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、あの非常に評価されるようなところがあります。えーどのような研究 女性があるかということについてごく簡単に説明します。いわゆる、えー、グラントというものは、えー、どういうものかといいますと、えー、研究開発をサポートするお金であるとです、ね。で、まああのー、一度にくれる場合もあるし、分割してもらう場合もあるというわけですね、まあ。課金費なんかは毎年くれるわけですから、まあ、3年計画だと、例えばまあ分割と言えるかもしれません。で その、いわゆるそれぞれの助成金の目的、あるいはいわゆる出口というものをちゃんと理解すると非常に大切だということですね。で、その、もらえるかどうかっていうのは、その応募者がどれぐらい目的に即したプロポーザル、申請をかけるかということによっています。で、そのお金は、旅費に使ったり、あるいは、 国際会議の参加費とかに使うこともできるなっていますでこれ、いくつかのグラントの説明が書いてあるんですけど、まあ、一番皆さんグラントだと思っているのは、いわゆる競争的な資金というやつで、まあ、課計費とか財団のそういうものですね、えー、申請書を出しとそこで競争してやると。で、これはちょっとたあの、これと対立概念的なもんじゃないですか、継続的なものっていう、継続的なのはどういう意味かっていうと、 日本で言うと、例えば診療、診学術領域ってありますが、えー、あれの、例えば公募研究のようなもので申請した場合に、まあ普通の診療域は2回公募研究の機会があるわけですけ。1回目通ってもう1回通るとか、いうこととかですね。あれはもっと大きいグラントですと、中間評価があって、その評価は通らないで打ち切りになってしまうのがあります。そういう、あの、継続的なグラントですね。それから、えー、こちらは、 あの資格があれば代々もらえる、まあ、グラントっていう言い方はちょっと変なんですけど、学内でもらってる、例えば大学で教員あたり、いくらもらえるようなもお金のようなものですね。で、この,この4番目のやつは、国から降りてくるお金と、国から地方、地方から地方創生みたいなお金が国から来ている場合には、そういうものが該当します。で 研究所とは主に、提案されたプロジェクトの内容をサポートするために使われます。で、個人でもらう場合もあるし、チームでもらう。まあ、家費とかですと、例えば若手研究とか、あるいは先ほど申し上げたが、新領域の公募とかは一人一人しか出せませんが、基盤 C とか、その他のものは、グループを組んで出すことができます。で その研究代表者っていうのは普通は、えー、大学教授とか、そういうような、ある程度、まあ、グループリーダー的な地位になる人になるのが普通ですで。もっと大きな、えー、プロジェクトになると、個々の,あーリサあの研究者じゃなくて、研究者の集団、あるいは大学、研究所をまとめた大きなものをサポートする場合もあります。で え先ほどちょっと言いました、家計費の若手研究みたいなものっていうのは、えー、まだ、あるいはその、スタートアップ経費っていうのが家計費ありますかあの、若い人が最初の職員に就いたとき申請できるやつですね、そういうようなものがありまして、そういうものは特に若い人向けに取ることができると、まあ、こういうのがあると、年、えーえー、を取っていて、業績がいっぱいある人と戦わなくて済むんで取りやすいということですね。 であの、日本でもお金を、関係、こういう公的な研究を申請するときに、は、研究者番号ってないといけないんですが、えー、基本的にはお金は直接、研究者に来るんじゃなくて、大学とか研究所とか、その研究者が所属しているところに、あのー、来ますので、えー、個々人が研究所内大学内に所属して、そこで研究者番号を持っていないと、家計費にかけず、一般的な政府系の。 ものは申請できませんし、えー、対外の民間女性もそれに準ずることになっていますから、えー、何らかの組織に属してないと、お金を取るのは難しいということになります。でフェローシップっていうのは、えー、どちらかというと、研究費だけじゃなくって、えーまあ、生活費みたいなものも入っているようなものですね、日本だともう学習みたいなのが入ってるんだと思うんですけども。で えー、学診ですと毎あ、毎月もらえる研究費と、それから実際に生活費ももらえるというような格好になっていますね。それで、えー、学診とかですと、まあ、d c 1とかですと、ドクター終わるまでみたいな感じで、2、3年という形ですか、まあそういうものが多いです、ね。で えー、誰でも応募できるじゃなくて、先ほどの例えば学生などの場合は DC1 とか、P、DC1 ですとドクターの学生、PD ですとドクター取った人みたいに資格がしっかり決まっているということがわりと多いです。でえー、いくつかの,そ,のそういうフェローシップというやつは、えー、産業とか、あもっとあ、まあ、県単位とかですね、そういうようなものに結びついていることもあります。 でいわゆる研究助成とフェローシップっていう、その学習みたいな生活費もあるものがあるわけですけど、まあえー、研究助成っていうのは基本的には、えー、大学や研究所の、えーまあ、取ること自身によって、えー、アクティビティも上がるし、また取ったことが業績になるみたいなものは研究助成ですね。えー、でそういうものを取ることによって、より大きな研究をすることもできますし、 加盟、えーえー、費ですとあの、重複制限とかがありますがあ、国によっては重複制がなくていくらでも取れるような場合もあります。それから、えー、いわゆるフェローシップっていうのは、わ、え、り、ー、とこう若い人ですね、先ほど DC1 とか PD、学習なんかは典型的ですけれども、えー、そういう人たちに、えー、主にされることが多いと思います。 で次に、えー、どのようなあそのフェローシップと研究開発以外にどのようなグラントがあるかということをいくつかご説明しますけど、まあ、よくあるのは、やはり国際共同研究みたいな、ね、日仏なんとかとか、日米なんとかとか、そういう政府が出してですね。 必ず国をまたがったリサーチグループをおーあの構成しないと応募できないようなものです。えー、それから、えー、こちらはあいわゆる加減費を応募する前の準備段階のお,お金をあ大学や研究所が構成員にあげるような。まああ 全然何もないと何も恥じられませんから、少額のお金を与えて,いて研究を始めて、その成果で外からお金を取ってくるみたいな。それから、あるいはこれはいわゆるあのトラベルグラントって国際会議に行くときに若い人がお金がないとあ、大きなコンファレンスとかですと、若い人向けのそういう旅費の補助を持っていることがあります。でまあこれも まあこれは若い人向けじゃないっていうだけじゃないってことに言いたら、まあ、トラベルグラントとほとんど同じですけど、えー、参加するときに旅費の補助をしてくれるようなそういうものですねそういうものも研究助成行くことを考えることができますで、えー、研究助成を実際に提供してくれるようなものはどボディはどういうとこがあるか組織はどういうとこがあるかっていうと、えー そういうあの、どういうところが出しているかっていうことを認識することが非常に大切なんですが、えー、まず自分の分野でどういうようなところが助成金を出しているかってを,をきちっと調べるということが大切です。で先ほど申しましたけど、えー、研究助成というのは政府と財団、それから、えー、会社が出していることが多いです。で、えー、基本的に、えー、助成金を得るたびには、 学術的なもの、あるいは科学的な、あこのような成果がありますということを言うくことが必要ですので、えーあそのおえー、研究所が、あそ研究所なんすいません、そのお財団とかが、えー、どのような、えー、組織に対して出しているかということを、医学部にしか出していないとか、そういうこともあるでしょうし、そういうことを、 調べ研究助成を出す母体がどういう意図で出しているかということを調べることが非常に大切です。で政府の出しているものとしてはですね、えー、主に社会に対する、えー、そのどれぐらい光景があるかみたいなことが実施されることが多いです。で 普通は、まあ、日本の場合ですと、家計費と学術振興会とか文部科学省が審査をしていますが、そういう公的なところが選ぶことが多くですね、でどういうところが除雪されるか、そういう家計費のようなものじゃなくて、プロジェクト型の量子計算機とかですね、あるいはがんの研究とか、そういうものについては、国がどういうものに対して重点的にお金をあげようかと思っているかということに影響されて変わってしまいます。で その研究というのは、社会に対する貢献ですね。まあ、ちょ先ほどもうちょっと言いましたが、量子計算機に出すお金をすれば、将来的にはそれで非常に産業に貢献できるということを期待して出すわけですし、がんに関する研究だったら、がんを治して、人の人の寿命を伸ばすということが期待されるわけです。でえー、あ基本的には国が出すものは、産業応用が非常に、えー まれるものともっと基礎研究にのまれるようなもの、閣、ま、議、あ、なんかは基礎研究ですし、えー、文科省以外の省庁、通産省などがネドとかそういうところ、あるいは JST が出しているようなところっていうのは、もっと応用志向なわけですね。で財団が出しているものについては、えー、もうちょっとまあ小規模ですが、えー、個人とか家族、あるいは、えー、もっと小さい集団に出すことがあります。 まあ、NGO っていうのは、いわゆる非政府組織というやつでして、なんか特定の目的を持って作ってる、えー、集団で、そういうところが、えー、出している場合があります。で、まあそ,ういうえー、そのような NGO のようなところっていうのは、やっぱり設立目的がはっきりしていますから、非常にスコープが狭いことが普通でして、例えば、えー、ウェルカムトラストってイギリスにある有名な財団があります、ここはもう生物学関係のものしか出さないというふうにき で実際に、えー、こういう財団が出している場合には、その財団の目的に合ったようなものを出さなければ通らないと。であと、会社が出しているものに対しては、もう、えー、目的がは,はっきりした。まあ、会社は実際、えー、大学に結構お金を出していますが、あくまでそれはあ産業応用のためです。でえー、ほとんどの研究は、えー 社内で行われているわけですけれども、ごく一部は、えー、大学との共同研究ですることもあります。で、大学とあの産業界が組む場合にも、まあ、必ずしも目的が同じわけじゃなくって、えー、大学の方はアカデミックの業績、産業界応用を目指すながら一緒にやるというようなことが多いと思います。 で次に、えー、研究助成申請をどのように、えー、計画するかということについてですけれども、えー、まず、どうやって、えー、その研究助成の機会を調べるかということですけれども、えー、一つは、まああの、募集ですね。これは一般的なイメージだと思うんですけれども、可見費のように、いつ募集するかはっきり決まっているものもありますし、もうちょっと小さな財団系のものですと、年によっていしているかわからないようなものもありますが、 ええー、ともかく募集をかけるで、えー、もうちょっと狭く、あまあ、募集っては募集なんですけども、一般に呼ぶわけじゃなくて、例えば大学で1個とかいうふうに、財団で決めているものもあります。あるいは、えー、もっと、あのー、狭くですね、えー、こういう問題を解きたいんだけど、誰かやってくれませんか。 というような感じで募集が来るような場合もあります。まあ、いろんな感じの募集があるんですね。で、そういうものをもしどれか募集する、応募するものを決めたら、まず1年前にはどうするかっていうと、えー、どんなものに応募するかを1年ぐらいまで決めて、そして、えーまあ、医学研究とかだと倫理審査とかも必要なのであらかじめやっておくと。でがが、大学とか研究所でどのような そのサポートを得られるか、申請書を確認したがって、ですね、それからどんな人を出すかをだいたい1年ぐらい前には切りましょうと、まあ、1年前というと、駆け引だとも今から来年のものをやってくださいってことになってしまうので、だいぶ早い感じになっていますが、で半年前になったら、えー、その申請書をダウンロードして書き始めましょうと。で あとで出てくるんですけど、研究時代的に予備的な研究がやったることが重要ですので、まあ、半年ぐらいまでに予備的な研究を終わらせておきましょうと。で、3ヶ月前になったら、もうあの申請中にどう,あ各どういうものを買っていくらとか、そういうことも GM チェックして、それから、えー、先ほどあ、すいません。失礼。えー、先ほどあ、すいません。ちょっと間違えちゃいました。えー、先ほど、 ちょっと言い逃しましたけど、いわゆる大学のリサーチアドミニストレーターとの関係をしっかりとって、で、えー、実際に3ヶ月前になったらもう申請書を書いて、学内とか研究所内のそういうチェックしておくれ、出しましょうと。だいぶ、えー、通常の家計費のペースに比べると早いことを要求している感じがしますが、実際家計費は 2ヶ月ぐらいにならないと申請手術点がダウンロードできないですから、これはかなり前倒しな感じですけどね。で、えー、もちろんその申請財団っていうところは、あるいは課計費でもですね、結果を、えー、公表するということを非常に要求しています。で、日本はまだなんですけど、えー、欧米ですとあのお金をもらったらあ、いわゆるオープンアクセス紙っていう誰でも、あの、 え、読めるような雑誌に投稿しなくちゃいけないみたいなことも、もう始まっているような状況ですね。えー、一方、企業との場合には、共同研究、お金をもらって、あの、その研究をしても結果を公表できなかったりすることがあります。で、ですから、あの、女性に申請するときには、えー、その結果を公表することができるのかできないのかということは、ちゃんとチェックするとあとでいろいろ 悲しいいこととになると思います、ねであ。申請書を準備するための準備としては、えー、まずその自分の、えーまあ、大学とかだとまあ自由なんですけど、研究所でしたら防災研究所とか情報研究所とか目的があるわけですから、そういう研究所の、えー、そもそも設立目的のものをちゃんと考えましょうと。でそれから、 トップダウンパッチって書いてますが、そもそも長期的にはどういうところに行こうとしてるのかっていうことをしっかり考えるんですね。で、自分の強みは何かということを考えて、そして、えー、そのちゃんしっかりした初めから最後までのプランを作る。そして、えー、その研究、申請、あ女性をくれるところが一体どういうふうな性質のところなのか、医学系なのか、生物系なのか、工学系なのかっていうことをしっかり調べて、そして、 えー、最後に、えー、どんなあ女性が出てるのか、それからどうやってそれを申請するのか、それからこれはよく言われるんですけど、あもし公表されてるんだったら、審査員のリストを手にするということが大事です。で、まあ、ここちょっと時間があまりないので、こ,こについつって細かく全部あの説明して時間はないんですけど、えー、どういうことを気にしなくちゃいけないかっていうと、まあ、最近の流行は何かということ。 あるいは、どういう限界があるかということ。それから、どんな分野に応募しようとしているのか。そして、その応募、応募先のところは何をしようとしているのか。それから、誰が決めているのか。さっき審査員のリストを出した方がいいって話をしましたよね。なんで、どんな審査をやっているのか。まあ、家計費ですと最初に書面審査をして、 今ですと、下の基盤 C とかですと、二段審査って言って、一旦審査して、2回目にもう1回、ボーダーラインの審査とかなってますが、そういう情報を集めると。で、いつまでに審査が終わるのかとか、どれぐらい審査にかかるのか、それからどうやって申請をするのか、そしてどれぐらいのものが。 掛、まあ、け費だと3割って言われてますけど、公的なグランドとか、あの財団とかだと1割がいいところですよねで。気をつけるべき点としては、当たり前ですけど、女性を出すところは優秀な経験者に出そうとしますから、えーえー、どういうところへ出すかとしっかり考えて、そして自分のアイディアを相手に売るということをしっかり意識するということですね。 で一方、その相手が望んでいないものを売りつけてもしょうがないので、えー、その申請をしようとしている母体がどういうことに重きを置いているかということをおしっかりすると、それから同時に、えー、研究所や学内のそういう部署としっかり、えー、連携を取ってどのあ、こういう申請をやったときにサポートがやるかということをちゃんと、えー、しっかりしておくと。 それからあ、どのような、えー、制限がつくか、先ほど言いましたけど、えー、論文を書いてもいいのかいけないのかとか、えー、そういうことについての情報もしっかり集めましょう。で、えー、最後に、えー、どんな申請書を書くかということなんですけど、まあ、ちょっと、家、え、計、ー、費とかの申請書のる最小目的っていうところがありますが、 ちょっと英語だと AM&Object って言って、えー、実際に、えー、目標と目的みたいな感じになっちゃうんですけど、目標っていうのがやっぱ長期的なもので、目的っていうのはもうちょっと,ああのとあの非常に限定されたものなんですけども、まあ、頭の中に長期的な目標と具体的な目的を両方持っておくっていうことが大切ですね。で、えー、その上で一体どんなあ問題を解くのかっていうことをはっきりさせる。 いうことですね。えー、なんか漠然と何かを良くするというのではなくて、具体的なものを、ね、頭の中に思い浮かべて、えー、しっかりとした、えー、し何について、えー、ちゃんと研究するのかということを、で、それは後で出てくるその方法のところ、セクションでもしっかり書くべきだったんですね。で、えー、いわゆる予備的なデータ、 加研、まあ、費とかを応募するときにある程度研究がしてあって、えー、この続きやりますという説得例がありますと、まあ、すごい人になると、もうあの結果が出てるやつをやってないふり出すんだっていう人もいるぐらいですけど、やっぱり、えー、新接触のときにある程度やったって、この次やるんですっていうのはあるとすごくいいので、えー、そういうものを準備しておくとすごく通りやすいです。で えー、どれぐらいじゃあ予備的な研究してればいいかっていうと、それはやっぱりケースバイケースなので、えー、なかなかその辺について、えー、しっかり書いてあるものはなかなかないです。ただあ、そこがなかなかバランスが難しいんですけど、あんまり予備的な研究が終わってると、一体これお金もらったから何するのってことかなりかねないので、それはそれで問題なんですけれども、できるだけ、えー、その研究に属したような 予備的な研究はああった方がいいでこうあったあと次、方法ですね。核兵器なんかでもあの計画を書くところがありますが、えー、どういう順番で何をするのか、でどんな方法を使うのかということをしっかり書くということですね。そして、えー、あの最終的な到達目標というものですね。えー、どういう成果を、まあ、この辺みんな可変器の申請書に普通に書いたようなことではあるんですけども、 えー、そういうことをしっかり頭の中に取っておくということが大事です。で、えー、実際にこの研究計画を書くときにどういうことに注意すべきかっていうと、えー、自分の役目とその責任をしっかり書く、一、まあ、人の場合は全部になっちゃいますが、役割分担する場合にはですね、えー、そういうことが大切です。自分分はどこのの部分を担当するのか あるいは自分が代表者の場合には誰にどこを担当してもらうかということですねで。それからどれぐらいの時間範囲で終わるかというスケジューリングですね。えー、明らかに実現不可能な目標を1年でやりますとか書くとそれだけで、えー、説得力がなくなってしまいますからできそうなところでかつだけど非常に野心的なものかバランスが難しいんですがそういうことを心がけるということですね。 それから、かけん費にもよくあのうまくいかなかった場合のことをかけって書いてありますが、えー、実際にそういうことを明るさに書くかどうかってまた別にしても、あ問題があったときにどういうふうにするかっていうことをしっかり考えてあるかどうかっていうことは、あ非常に良い研究開発プロジェクトのお要点となっています。なので、そういうことは。で えー、しっかりした研究計画が立れたれ、まあガントチャートっていうのは、あのえー、ちょっと言葉があひょっとしたら馴染みがないかもしれないですけど、いわゆる工程表ってやつですね、えー、横軸に時間が書いてあって、えー列にあ、行のところにいろんなタスクが書いてあって、それであのどのタスクをいつか列までやってみたいな、いわゆる工程表のような、まあ、ガントチャットですけど、そういう格好にしっかりなっているのが、一番しっかりとした研究計画ということになります。で お金をあの使うときにどういうふうに配分するか、か、ま、け、あ、費にもそういう項目がありますが、えー、どのお金をいくらどういうふうに使うかということをしっかり書くということが大切です。であの、えー、学士あ、失礼しました。学士なんかの場合にはその自分で生活費にも入れられるわけですが、えー、主にメインの部分っていうのは研究開発に使おうお金と。 いう部分でですすになりますで最近ですと、あのー、家計費も30%オーバーヘッドがつくということで、えーまあ、500万円の基盤 C を申請しても360番になってしまって、130万円は間接経費に減額されてしまうといろいろ問題になっていますが、えー、あるいはまあ大学によったらあ、企業からお金をもらっても3割はピンハネるとかもあるでしょうし、いわゆるその間接経費の部分もあります、ね。で いわゆる、えー、いわゆるその、成果報告書のようなものは必ず要求されます。で、どんな研究をして、どれだけ論文を書いてみたいなことが、えー、要求されますからあ、そういう研究報告までしっかり成果を出していくということですね。で、カバーレターっていうのは、論文投稿数にここにはこういうのが書いてあるんですよ、みたいな部分ですけども、まあ、これは日本だとあんまりないかもしれません。 実際に審査がどういう会に行われるかっていうことなんですけど、えー、まあ、最初、申請書を申請すると、それを受け取ると。まあ、日本、課研費だったら、学信とかですね、財団だったり、会社だったりするわけです。で、まあ、最初で、まあ、書式のチェックが入って、まあ、日本だと課研費とかだと、書式のチェックの各大学でするんだと思いますが、そこのチェックがされた後、えー、ピアああいわゆる審査があると。 で、海外ですと、審査に対して論文みたいに意見がついて、もう一回書き直してもう一回やるってことがあるので、この表はなんかそういう感じになってますが、えー、論文みたいに申請書にクレームがついたらもう一回直して最終的に審査するみたいなものになってるあります。まあ、日本だとあんまりそういうのはないんじゃないかと思いますね。で、最終的に通ったか通らなかったかの説明が追加されると。で、 日本ですと、課金費とかでも、あんまり、えー、しっかりとしたフィードバックが得られないんですけど、海外だと非常に詳細な論文の査読レポートのようなものが、えー、ついてくるのが普通です。で、それを見て、ああ、こういうところがダメだったんだな、じゃあ次回出すときは、そこを直そうみたいなことをするんですけども、まあ、日本の場合はあんまりそういうことはない残念ながらねで。海外だとそういうのはごく普通です。 で、まあ、このまあ論文の査読のコメントと同じなんですけど、非常にこ,うあのこ,これはもうどうしようもなくダメだっていう厳しい、えー、批判と、あるいはここをこういうふうにしたらもっと良くなるのにっていう,そういう建設的批判、あるいはたまには掘られることもあるかもしれません。だからあの厳しい、非常にネガティブな、どうしても訂正しないといけないもの、あるいはそれをした側はくあのプロポーザーがよく乗れるもの、それから。 純粋に非常に良いですって褒めてもらうと、めったにないことだと思いますが、そういうレポートがまあ海外だと思ってます。日本だとはあまりそういうことはないですね。で、どういう研究計画があ要するにアクセスされるか,か、もう今までほとんどいろいろ言ってきたんですけども、いわゆるその募集しているところがどういうことをしたいかっていうのに属したものを出さなくちゃいけないっていうことなんですけども、まあ、ちょっと細かいことが余力に書いてあるんですが、いくつか。 言うと、例えば、えー、研究の目的は何かっていうことははっきり書いてあって、どんな結果が得られるかっていうことが書いてある、それからどんな問題を解こうとしているかもはっきり書いてあるし、それから、えー、どんな研究、要するになんかそのやればできるようなものを書いてあって通らないわけですね。ね。どういう研究問題を解こうとしているか。でえー それが非常にこう重要なものかどうかっていうことのアピールも必要ですし、えー、どうしてそのお金が必要かっていうことをしっかり書く。それから、そういう問題を解くに対して、どういうアイデアを持っているのかっていうことですね。それから、えー、何をするかっていうことがはっきりわかる。それから、えー もし自分にその研究に関係する業績があったら、それをしっかり書くっていうことが大切ですし、それが論文の格好になってるかっていうことも大切ですし、それから、えー、そういう、あの、お金を募集しているところのポリシーと、それから実際の研究計画がど,どういううに関係しているかっていうことを言うことも場合によっては大切です。えーえー 前のページに書いたとが主なところなんですけど、二次的な判断基準としては、どういうものがあるかっていうと、えー、先ほどもちょっと言いましたけど、過去の業績が良ければお金は取りやすい、まあ、これは申請書を書く段階になってから頑張る話ではないんですけど、普段からしっかり論文を書いて業績を積み上げておくっていうことですね。で 一方、先ほどの若手、家、え、計、ー、費の若手 B とかいうようなものとか、あるいは最近研究情勢ですと何歳以下の人というのが非常に増えてきてますけども、いわゆるあの新しい人に対してお金をあげるということが優先される場合もありますね。まあ、一般的に日本でもそういうふうになりつつあります。で 日本ではこれは必ずしもあるかどうかちょっと怪しい感じもするんですが本来研究助成っていうのはいろんな分野の人を集めてきて新しいことをするってことが必要なので、えー、いろんな分野の人が集まっている学際的なものである方が良いと、まあ、日本の場合はあんまり頭がないかもしれません。で科研、えー、費じゃなくて例えば n e トとか JST とかになってきますといわゆる出口戦略 えー、どのような産業用があるかっていうことをしっかり書くということが極めて大切になってきます。えー、で、ダメなどういうのがダメかっていうのが書いてあるんですけども、まあ、要するに、えー、しっかり書かれてないという、なんかートンボ棒になって途中が飛躍あったりとかそういうのはダメだと。それから、えー、あの、 あまりにもできもしないようなすごいことを書いちゃうと、またそれはそれで、えー、あの説得力がありませんから、できイノベーティブで、えー、非常にアグレッシブな感じなんだけど、でもできない範囲で書かなくちゃいけないってバランスが大切だと。それからやたらとお高いお金を要求すると。そんなにお金かかんないんじゃないのって思うような研究計画だと落ちてしまいますね。 で、えー、他の人がうまくいかないのに、えー、自分がうまくいくんだっていうことは何も書かれていないというようなもんだと、やっぱり、えー、それは魅力がない、私はこういうところが据えてから他の人ができなかったことをできるっていうことをしっかり書く、それからあす,ごいすごいことをやるようなことを書いたんだけど、具体的にどういうふうにやるのか全然書いてないってことですね。 えー、あるいはあ、肝心の研究分野について、この人は知識がないんじゃないかと思われるような間違ったことを書いてしまったりとかですね。あるいは、もう過去にやられたことをあ新しいことのように間違って書いてる。あるいは、解こうとしてる問題自体が、あそもそも、あのー解けと、ちゃんと解けたかどうかよくわからないものです、えー。病気を治すとか書いてあっても、どうやって治すか全然書いてなかったら意味がないわけですね。で えー、先ほどもちょっと言いましたけど、もう既存のあ方法をただ、えー、当てはめるだけで、何も新しく出ないようなもの、こういうものは落ちてしまいます。で、えー、まあ、家計費みたいなものは毎年出せるし、財団のようなもの毎年あるわけですけど、まあ、落ちたらどうするかっていうことですけど、えー、まあ、家計費の場合3割とか言ってますが、あまあ、会社とかが出してるものだと1割とかになっちゃいますが、 まあそれぐらいしか通らないから落ちるのが当たり前と。で、落ちたからってがっかりすることはないと。よく通ってる人はもう出しまくってますね、いろんなもの。で、ここにも書いてありますけど、失敗してもめげずにどんどん出すと。で、まあ日本の場合となかなかそういう,う細かい説明は返ってこないんですけども、し、なんで落ちたかっていう説明が書いてあった場合には、それをよく読んで、えー、次回、論文の改定の,のようなことをすると。 でもちろん、残念ながら、運も必要です。ただ、えーた、運が上げるためにはたくさんやらないといけないから、可能性を示しにともかくあ、めげずに一生懸命やりましょうっていうのが、まあ、応募が落ちたとき、家計費とか、そういうのを落ちてしまったときの態度として、非常に大切ですね。で、もらった後はどういうことをするかっていうと、まあ、あのい、 合てくれるるる場ももああし、年ごととに来ることもあります。それから申請、あの成果報酬か必ずし確認なくちゃいけませんし、えー、ものによっては追加のお金をくれる場合もありますし、それから、えー、いわゆる広報活動に、えー、協力してくださいと言われることもあります。えー、最後に、えーまあ、この辺はこれを聞いていらっしゃる皆さんだったらよくご存知だと思うんですけど、えー、どのようなあものがあるかということを。 ご簡単に説明しししておしまいしたです、えー、これはいわゆる海外の,あの日本学術振興課が出している海外学士、若い人が海外に行くたんきに、えー、あの応募するやつですね、海外特別学士というやつですけども、外国で、えー、研究するときにお金を持っていけば非常に有名な、まあ、よく言われるんですけど、相手に雇ってもらうのは難しいですが、自分がお金を持っていれば相当有名なところでも、えー、受け入れてくれます。 えー、なので、えー、こういうが海外の学習のお金を取って海外に行くって非常に競争、まあ、激しいんですけども、いい。でこれはあのいわゆる、先ほどから何度か僕がくちばしって言いました、いわゆる学習、学習と言われているドクターとか、ポストド,クドクターとかばっかりの人がやりやすくして、まあ、これは皆さんよくお飲みだと思うんですけど、DC っていうあのドクターの時にやる DC1、DC2 DC ですね、1年生からやると、2年生にやすと、それから終わった後との PD というの。 があります、えー、あと、いわゆる JST が出しているお金ですね。えー、先ほどちょっとあの私、先駆けの、えー、アドバイザーやったことありますみたいなことをしました話しましたけど、まあ、JST の場合は、出口って非常に重要ですので、えー、単にアカデミックなだけじゃなくて、どのような社会貢献があるかっていうのが大切です。 まあ冗談みたいな話ですけど、その大学の先生が説明会に行った JS に人がですね、嘘でもいいからなんか成果があるって書いてください。そうじゃないとお金あげられませんって言ったぐらいですね、JST に出すときではもう成果があるっていうことを必ず書かない。まあ、産業応用的なですね。で、あの、会社が出しているようなものもありますっていうところで、まあ、キャノンの、キャノン財団は非常に有名ですけど、まあ、これ非常に大きなお金ですね。えー こ,こちらは、ちょっとあの文系の人がやるようなもんで、今日聞いてる人の中にはあんまり文系の方いないと思うんですけど、サントリー文化財団。えー、こちら、えーとエナ、これのウェビナーを提供してくれてるエナーコさんが、あ今度、えー、研究生始めました。で、今、期間なんですね。で、まだ多分今年から始まっただと思うんですけども、えー、小学、あ、すいません。そんなに学科多くないんですが、 150万円を3人で割るっていうことで、まあ、1人50万円、こちらは100万円全部で3名ですねで。こちらは海外の学科発表的の、先ほどの分類で言うと、トラベルフェローシップみたいな、このような、そのなに額は多くないんですが、えなゴさんが始められました。で現在、ここにあるように、あの応募期間中でして、3月末まで応募することができます。で、6月ぐらい発表があるそうですね。ね でここにあのグラントポツエナーゴ .jp というところに行くと、詳しいことが書いてありますので、お気になった方はぜひ応募して見ていただけると嬉しいです。これで今日の発表はおしまいです。まあ、今回、ちょっと僕のこのウェビナーをなんかも,もう7、8回やってるんですけど、 えー、参加者が今、50名いて、こんなにいっぱいいたことあるんですごく期待されちゃったんじゃないかなと、そのわには大したこと言ってなかったかもしれませんが、えー、やっぱり皆さんあの、申請書を書くっていうことについては、非常に興味がありなのかもしれません。で、えー、僕は先ほども申し上げましたように、まあまあ、そんなに大きなグラントの審査員やったことないんですけども、えー、基盤シート、先駆け、それからががが海外学新などやったことありますので、 今後の今からの質疑応答の時間に何か書いていただければ、なんかお答えできることがあるかもしれませんこちら、今日はただだってやったセミナーだったんですが、えなさんはもっと充実したセミナーをお金を払えば受けられるようにしておりますので、もし興味がある方、はこういうところへ登録していただいて、お金を払っていただければいいのではないかと思います。